藤純也の爆池投稿のリプランで感銘を受ける久保と橋岡。こんな後輩欲しい。竹と橋岡可愛くてさ。学びがありますね。この二人どこでも絡んでて面白い。竹の学ぼってのが橋岡くんに上から目線で笑える。純也のインスタコメ欄で竹が完全に橋岡を舐め切ってるのおもろい。めっちゃ上から笑。竹は私服なんとかしろ。久保の私服のダサさについては、スペイン人からもツッコミがあるぐらい。観光客の50過ぎのおじさんみたいとよく言われているらしい。IJ の投稿を見るためだけに登録したインスタで IJ 見た。かっこよすぎてワロターの輝きは確かにインスタでないと投稿できないね。撮ってくださった山中海一さん、ありがとうございます。かっこいいが止まらない。どうしよう。たまには荷も降臨してくれ。